ルシファーが強すぎて周回が面倒くさいんだもん。計画の邪魔をさせ、こうなったらフラジャイルランスロットで脳死プレイするしかないもん。脳死といってもある程度ギミック処理しないときついから、ポイントだけお話ししていくことにするのだ。流れを覚えたらあとは何だもん。開幕で次元式範囲攻撃を連発してくるもん。他の人と被らないように走って逃げるのだ。範囲以外にも斜め上からビームが降ってくるから、運が悪いと流れ玉に当たってしまうのだ。範囲攻撃が終わると地面が爆発。ここからはフラジャイルが輝くとき、ひたすら左スキックを倒し Y ボタン連打。次のギミックが来るまでに寺院の話をするもん。この時の主の寺院はこんな感じなのだ。自動復活やバッツが一緒についている寺院がついてるのだ。他に良い寺院があるかもだけど、持ってないから貼り合わせだもん。次のギミックまで倍速なのだ。フラジャイルのおかげでギミックがないときは脳死プレイで良いから楽だもん。このイベントが終わると色がついた床を踏んでいくギミックが始まるのだ。うるさい、少し黙って。俺のことはいい。4色それぞれ4つずつの魔法陣が出てくるもん。色のついた魔法陣を踏んで消していこうって簡単に言うけど、邪魔するように外側からの攻撃が来るから、食らわないように踏めるやつだけ踏むくらいで最初は良いと思うんだもん。動画だと結構食らってるけど、こんなんでもちゃんとギミックを突破できてるんだから、要は慣れなのだ。魔法陣は結構早いし、敵になっておうと動画みたいに役立たず丸出しになるんだもん。次は中央に4色の玉が出てくるもん。中央の玉を攻撃すると4方向に散らばるから、散らばった玉を破壊していくギミックなのだ。この時も直線のお邪魔攻撃があるから注意するんだもん。突進技や遠隔攻撃があると便利だもん。アビリティはこの4つがあると良いみたいだもん。この動画の時全然使えてないんだけどね。でもまあなんとかなってるから許してほしいのだ。このギミックが終わったら3つの剣を壊すギミックになるんだもん。これは一人で一つずつやると大変だから、みんなで一つずつ壊していく方が早い気がするのだ。剣が攻撃してくるけど、フラジャイルランちゃんにはあんまり関係ないんだもん。倒した剣は持って投げられるんだけど、そんな暇あったら殴った方が良いと思ったのだ。消えてもらう。この光は、この攻撃は必ず止めなければ。全員の最大の攻撃を叩き込めないだろうか。サンダルフォンが大事なことを言ったのだ。ここで全員で奥義を発動すれば12の試練は終わりなのだ。ここは俺が、ワイズ・クリーゲル砕けろ。見切れまい。次は俺が、これで決着だ。サンダルフォン、すべての最悪に終止符を。アインソフルオール。きらめけディアストロフィズム。今すべてを滅ぼそう。願いを、約束を、俺は守る。パラダイスロスト、パラダイスロスト。パラダイスロストが終わったら、レフトスキーゲルを貼って脳死連打プレイに戻るんだもん。次のポイントまで早送りだもん。
リンクタイムが発生するとちょっとホッとするのだ。周回するとなるとこのイベントの時間も長く感じる気がしてしまうもん。変身が終わったら次元式範囲連発と盾の攻撃の複合ギミックが始まるもん。ルル様の肉体の力を一番中央の円が真ん中の円に来たらピョンと逃げるのだ。3回の次元式範囲攻撃が終わったらリフトスティーゲルをした方がいいと思うのだ。反撃の機会はうまくジャスト回避が重なれば無傷で乗り越えられるのだ。慣れるまでは仕方ないのだ。最後に特大の弾を落としてくるから着弾とほぼ同時にジャンプなのだ。そしてノースプレイ再開なのだ。この辺りで奥義ゲージが溜まってるかもしれないけど打つのは3人までにしてほしいのだ。オフラインの場合は NPC に勝手に打たせて自分だけは取っておく方が良いのだ。ここは俺が。この後パラダイスロストという技を止めるためには奥義を使わないといけないから一人は止めておくのだ。パラダイスロストのゲージが出てきたのだ。このゲージが表示されたら奥義を使うのだ。捕らえられるか。我が冒険の極意を見よ。これで決着だ。このパラダイスロストゲージは削るスピードによっては複数回出る可能性があるのだ。とてつもない力だ。だから最初の1回以外は1人貯めておく方が良いのだ。そしたらまたノーシプレイするのだ。ルシファーの体力が4分の1くらいまで連射なのだ。したらさっきと同じ丸を良い感じに避けるギミックに突入するのだ。ウルティマレベリオ事故ったのだ。ここまで来て負けられるか。一箇所にとどまるのは危険だ。分散し動き続けてくれ。3回終わったのでルフトスピーゲルを発してまたピョンピョンするのだ。切りすぎたのだ。気を取り直してまたノースプレイ続行なのだ。パラダイスロストがまた来たのだ。奥義で止めるのだ。受けてみろ。弾かける白竜の刃と知恵。止まったらまた脳死開始なのだ。残りヒットポイントが 15% くらいになると予選にあったような攻撃をしてくるのだ。避けてればいつか終わるとしか言いようがないのだ。落ち着いて対処しよう。何もかも走行してこなしていくうちに最後に地エンドという技をしてくるのだ。これなのだ。あとはゲージが溜まる前に削り切れば終わるのだ。勝てばいいのだ。あとはこれなのだ。実はこの動画ルシファー3回目くらいで撮ったものなのだ。戦闘時間7分だった動画主も今は5分半くらいで回せるようになったのだ。つまり
慣れてきたのだ。大変だけど、一緒に頑張って新しい寺院を揃えようなのだ。ご視聴ありがとうなのだ。